ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も刀剣乱舞無双やっていきましょう。では早速厨房お、あ、おにぎりか、あ、餅のリベンジしたかったんだ僕では始めましょう。もうおにぎりは簡単なんだよ。はい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 。あれ意外と失敗してる。あれ意外と失敗してない。意外と失敗してる。大丈夫。いや餅つきね、こないだ普通ですって言う出ちゃったからね。うやっおにぎり作るにも気合がいる。あ、やっぱおにぎりは簡単だよな。うん、うまそうです。はい、完璧なおにぎり。塩加減とか握り加減とかね、うん、大事だからね。はい、じゃあ会いたいですね。あ、え会いたいですって言った今。じゃあ出陣行きましょう。はい、わかりました。今回は長義さんで、行くにあたって、2段階ぐらいパワーアップさせてきました。技もね2種類ぐらい新しいの覚えてますんで、そもそも生死では、うん、小牧長久手の戦いには黒田官兵衛は関係していなかった。そうなんだそうなんだ。時間素行軍から情報を得て、うん、この合戦に参じているな。みんなさすがにその辺の歴史とか完璧に把握してるんだろうな。まあ、実際見てきた人とかもいるからな、うん、ここで思い通りにさせるわけにはいかない。おや、さっきまで混乱していたくせにやけに立ち直りが早い。そりゃ自分自身見たら混乱はするわな。仕方ない、慣れたな。慣れた。いちいち臆している暇はない。よし、結構。では天才軍師黒田官兵衛の策、今ここで阻んでみせるとしようか。勘兵衛元に戻せんのかな。あれ戻せんのか。新たな流れが検知されました。はい、勘兵衛の介入、うん、時間素行軍と結託した黒田勘兵衛の策により岩崎城は瞬く間に陥落寸前まで追い込まれた。史実通り岩崎城で羽柴軍は足止めできなければ中入り作戦が成功してしまう。敵軍を退け徳川軍を援護せよ。せっかく助けてやったのにな勘兵衛じゃないとね、あの水攻めで自爆してるとこだったのにな。許せんなあの野郎あの野郎。おっと、これいいな AR。 今話題の AR、ね、進んでんな。三河中入り作戦が成功してしまうようです。なるほど。本来の歴史では岩崎城を攻め落とすのに時間がかかり、うん、三河へ向かうのが遅れるのですが。お、黒田官兵衛の策と時間素行軍の力をして戦況が動いたんだな。それ今から直せんの。はい、岩崎城は瞬時に落ちると分析されています。情けない連中だ。カツを入れてやる。なお橋場秀吉の子が石田三成、石田三成の動きも見られるようです。あ、会えるの。一応警戒を。写真撮ろうぜ写真写真。ああ、羽柴秀吉に義を尽くした父将だね。うん、その中心で戦を進めてしまうかもしれないな。岩崎城の戦いは静止通りに収める。うん、黒田官兵衛、石田三成双方俺たちが抑える。え、石田三成も何呪われてんの。え、じゃあ長義さんで行きましょう。はい、アイテムも2つ装備できるようになりましたんでバリバリに攻撃上げていっています。はい、今日はゲストなしだ、ね、他の者の見せ場まで奪ってしまうかもしれない。じゃあ行きましょう。俺に構うな。成功条件、制限時間まで岩崎城を防衛。失敗条件、徳川軍兵士100人の敗走。ああ、じゃあひたすら倒してりゃいいのかな。防衛ってことはその方が楽です。何かを探すよりも何かを探すのは苦手なんだ。うん、よし、行くぞ。新技2つ見せてやんよ。うん、お前たちの死が来たぞ。来たぞ。岩崎城の戦いを長引かせる。長引かせる。静止通り、うん、羽柴軍にはここで足を止めてもらう。なあ、なるほどね。徳川兵を救援してください。救援、はい。兵力が減り、城の防衛が不可能となれば調査し。しかし、失礼。時空の歪みがあちこち。うん、あれを放っておくわけにはいかない。とりあえずこの辺をやってればいいのか。おう、勘弁。私も駒を動かさねば。え、全軍岩崎城へ進軍せよ。おうおう、そ
橋場軍の兵が続々と。うん。いや、まずは時空の歪みだ。まずは時空の、あっちにあるね。まずは一つ。はい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 。皆の者、進軍せよ。道なり、道なり、道なり。岩崎城を落とし、お、北側の本拠三河へ迫る。あ、知ってる人だ。知ってる人だ。あっちか。まあ、まとめて止めてやる。おうおう、石田さんどこ。数少ない僕の知ってる武将さんがいるんならさ、会いに行きたいじゃないねえ。ちょっと池田さんちょっと早く終わって。池田さん、お、堀もいる堀もいるって言ってるけど、友達みたいに言ってるけど知らない人です。あ、すごい、これジャンプした後の、ジャンプしてる最中でもキャンセルできるんだ、すげえな。よし、池田さんそろそろ。あ、いた、石田さんの顔出てきた。どこにいんの。橋場軍の士気が高すぎる。うん、石田三成を止めて奴らの勢いをくじくぞ。よし、池田さん倒した。あ、なんかいつの間にか敗走してる、結構敗走してる。12人敗走してる。やばい、秀吉軍結構敗走してる。おー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 、まずい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 。集まれ、みんな集まれ、必殺技打ちます。集まってください。はい。みんな集まれ、必殺技の時間だよ。速やかに済ませようか。お願いします。おー、目まぐるしい、目まぐるしい。落ちる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 。ちょっと、そうか、足場危ないから。大丈夫、落ちない。敵に死を与えたい。よし、え、こいつまだ生きてんの。森さん、あ、森さん危ない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 。結構火力上げたんだけど、しぶといなこいつ。ほら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 、お手玉じゃん。よし、お、危ない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 。え、あ、森さん倒せそう、森さん倒そう。よし、森さんも倒した。やばい、18人配送してる、18人配送してる。どこどこ、あ、この辺か。あ、いた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 、石田水野いた、いたいたいた、石、あ、いた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 。君ね。撮影機能を起動します。よし、ちょっと鏡すぎじゃない？ちょっと変な風に重なっちゃってんな。顔見えないな。ちょっと長義さんで顔見えないな。まあいい、写真はまた後で撮っておきます。とりあえず倒さないと。みんな逃げちゃうからね。今回はちょっと倒してからにしよう。なんか雑魚がわらわらしすぎて多分、ああ、そうかった。石田水成に攻撃が早い、やばいやばい。よいしょ、危ない危ない危ない。ていうか敵多すぎじゃない、なんかボス級の敵多すぎじゃない。やはり一筋縄では行かぬよ。おお、そう言って加えるとしよう。ていうか味方の兵士も分かんないんだ。城の徳川兵が危ない。ああ、徳川兵が危ない。ちょ、早く。石田さん、必殺技食らってください。お願いします。ぶった切ってやる。おじゃ。まだ。え、どこ？あ、倒した。よし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 。申し訳ございません。いや、秀吉様は味方でしょ？あれ？時空の歪みに集中するぞ。うん。時空の歪み小兵隊。なんか名前適当すぎないか。小隊長、時空の歪み小隊長、すごい適当な名前なんだ。君一生時空の歪みの小隊長なんだな。仕方ない、私がとどめさせてあげよう。よいしょ、あと20秒。え、大丈夫、あのビックリマーク倒さなくていいのかな。とりあえずビックリマークあと13秒しかないから倒してる余裕ないな。え、これ失敗しようとして失敗？危ねえ。え、耐えればいいんだよね。耐えればいいんだよね。倒しきれなくても。失敗？ああ、よかった。おお、いいね。最後刀投げるとこかっこいいな。はい。さて、任務完了。しかし毎回中破するな。中傷になるな。はい、絆。よし、3になった。バディ通撃が解放されました。バディ通撃が解放されました。強攻撃を放った際、まれにバディが続けて
攻撃をしてくれるようになります。出た刀剣ラブ名物まれに。はいはい、ありがたいありがたい。それにしても嫌な増援だった。ほう、希望が見えたと思ったらすぐに潰される。そうだったの。もう目の前の敵倒すので一生懸命だったら。敵の心を折らんという天才軍師の策だろう。ほうほう、あいにく俺たちには効果なしだった。まあそうだね、集まってきたなの必殺技をそこに打てばいいわけだからな。うん、便利だぜ。必殺技強すぎんだよなとりあえず打ったらその辺のが全部チリ溶かしてるからな。うん、ありがてこった。よし、あ、いいな。おまさ修復が進みました。おう、膠着状態の中、徳川軍のいいなおまさ敗走、橋場軍が勝利する。あれ、秀吉もう敵になってんのこれ。そういえば官兵衛だからだよね。うん、いや、なんだよ。なんでもない。言いかけてなんだよ。少しはマシになったと思ったらまたか。お前を待っていると城が100は落ちるだろう、ね、落ちすぎ。山崎の戦いで見たのはやはり幻だったのかと思って。いや、なんか近之助がなんか、うん、察知してたし、きっと近之助のせいだよあれが何だったのかがわからない。うん、敵の策のうちなら警戒すべきと思ったが。警戒しようがないよな、うん、正直。まあね、ただ姿の見えない相手より、うん、今は目の前のことに集中すべきだろう。わ、まあ、うん、かってる。あれが策だったとしてもよくわからない。頭をかすめただけだ。さあ一旦帰る？帰るか。よし、さあ餅つくぞあのお茶入れは勘弁してください。あれ絶対無理だわ。お茶入れは大成功できる自信は全くない。頼むぞ。あ、餅つき、餅つきでお願いします。厨房来てるよ。文系であることを押し通せぬ世の中か。押し通せろ。よし行くぞ厨房。頼む。おにぎりおにぎりはいいから。なんでおにぎり。これ人によりけりなのかな。ヤギンさんだとおにぎりなのかな。前もヤギンさんだったような気がするな。おにぎり作ったの完成。なんかビヨンビヨンいってんな。失敗してない、失敗してない。ひょっとして、あ、ビョンビョンいってるよ、ビョンビョンいってるよ。何がいけないんだ。あー失敗してる何が悪かったんだ。あー、たくあん没収された。なんだって、たくあんには罪ないじゃんおにぎりが普通なだけでたくあんには罪ないでしょ。なんでたくあん没収しちゃった。くー、ちくしょうめ。じゃあ行くぞ。もう一戦ぐらいいけるでしょ。わかったぜ。おう、さあ今度はなんだっけ、いいなおまさだっけ。さて、おう、あとは歴史のズレを回収して。お、もう締めですか。その中で目立っているのは、おう、徳川軍の先鋒、うん、いいなおまさ隊が。いいなおまさ聞いたことあるいいの赤鬼も時間素行軍には通用しなかった。僕の歴史の知識はね、本当聞いたことあるかないかっていうレベルで、何したとかそういうのはすっぱり抜けてる、抜け落ちるわけにはいかない。うん、俺たちは、お、徳川軍の援護に、徳川の援護になるのね今度は。なるほど、新たな流れが検知されました。あ、じゃあもう秀吉も呪われちゃってんのかな。うん、はい、いいの重さの敗走を正すべく第5部隊は出陣する。だが思いもよらない事態が彼らを待ち受けていた。時間素行軍を撃破し、いいな重さを救援せよ。 OK、 あっ、戦後さん来た。よし、じゃあ戦後さん行こうか。何も装備してないけどいいだろう、せっかくだしね任せてもらいましょう。任せましょう。じゃあ隊長お願いします。俺なんかでいいのか。いいよ。はい、成功条件は救援、失敗条件は敗走。まあ、とりあえず飯縄正の近くで踏ん張ってればいいわけね。よし、行くぞ。戦後さんか、戦後さんどうだったかな。なんか重かったような気がするんだよな、うん、行動が。よいしょ。
な今一瞬の一瞬のなんか表情。妖刀伝説を見極めてもらいましょうか。怪しい。もうインさんいるじゃん。あ、今顔見ようと思ったのに。よいしょ。おお。あ、でも一発が早い。出は遅いけど出終わるのが早くて使いやすいな。うわ、使いやすい。あ、でも浮かないこいつ。こいつ浮かない。はいはい。あ、早い。火力が早い。どう、ちょっといいね、おまさ、顔見せてよ。ちょっとママさん、ちょっとかぶってるかぶってる。どう。あ、ちょっと兜で見えない。ちょっと見えない。ちょっと深いな、その兜。うん、ちょっと見えないね。ママさんがすごいね。すごいガードしてる。まあまあまあ、守ろうとしてるってことだよね。いいと思います。いいと思います。よいしょ。あ、やっぱ出が遅いな、前方範囲は。こっちの方が使いやすい。打ち上げめっちゃ早い。打ち上げめっちゃ早いっていうか、すごい飛んだな今。よいしょ。飛びすぎだろこれ。いや、足セクシーだな。これでいい。直政ちょ、戦後さ、足セクシーすぎるでしょ。大丈夫それ。お、ま、山間切り国広はてな。これは。お、同じ顔の男が2人。なんだあれは。あれなんだ。何かが化けてるとしてもそっくりすぎるでしょ。あの者は、うん、情報を収集します。おう、追跡してください。オッケー。まったく、何なのかな。何なんだろうね、本当に。待て、お前たち本当に我が軍に。うん、悪いが少し話を聞かせてもらえ。え、どっちどっち。徳川方の疑いが厄介だな。めっちゃぶん殴ってる間にそんなこと言われても。あー、ちょっと、あ、なんかおじいさんにやられた。おじいさんにやられた。このおじいさん強い。している暇はない。うん、空行くぞ。よいしょ。これミシナさん、ミシナさんっていうおじいちゃん強いわ。受けおじいちゃんあんま浮かない。あ、怖い。このおじいちゃん怖い。受け、もう一生浮いててガードするし、これ。え、ちょっと待って、このおじいちゃん強すぎない？全部ガードされるんだけど。何この人。ちょっと隙を見せて、隙を見せ、撃ったところを撃つ。よし。え、このじいさんやばいよ、このじいさんやばい。ずっとダウン攻撃だ。よし。危な。え、これじゃよりセクシーになってんじゃないの、ほら。そうセクシーになってるよ。明日見えちゃってる。やばい。そうセクシー。やばいな、今日のゲスト。ここは通さぬぞ。ほら、止められるもんなら止めてみな。通らせてもらうぞ。通らせてもらうよ。よいしょ。倒れても容赦はしない。ずっと浮かす、永遠に浮かす。いいな、おばさん、徳川の重要な戦力だ。うん、俺たちが倒すわけ。そういうこと。あれ、敵になってるよ。あ、そっか。いいな、おまさ、倒さないように守んなきゃいけない。え、それ難しいな、おい。あいつは倒しちゃダメで、この右のやつだけ倒すってこと。当たっちゃう。え、どうすんの。あいつに当てないようにこいつだけ倒す。え、すごい難しくない。この近藤さんだけ倒す。オッケー。よし。いいな、おまさは倒さない。あ、危ない。探すぞ。おー、いた。え、なにこれ、戦うの。え、ちょ、逃げすぎじゃない。訳がわからない。そろそろなんかヒントください。なぜ俺の姿。おー、え、何も、あ、終わりか。え、わかんないの。わかんないで終わるの。ちょっとお兄さんセクシーすぎ。そのポーズ、決めポーズよ。そこ写真撮りたいな。無理だな。
きりしないが。すっきりしないな。調査は完了だ。うん。本丸に戻るよ。聞こえているのか？ああ。くそ。なんだと言うんだ。いやー、まあ、完全にメンタル来てるね。うん。だとしたら敵の作戦は成功だな。ああ。じゃ国広さんのメンタルがやばいわこれ。いや、結構ゲスト率高いな。2回2回ぐらい来んなゲスト。あ、勘弁。焦る必要はない。おう、もはや我が手の先は見えているのだから。そうなの。刀剣男子。刀剣男子、はい。刀剣のつくも神のようなもの。おう、よくご存知で。刀というのならば、え、持ち主にぶつけてみれば悪くない。何それ。何それ。持ち主にぶつけてみる。え、元主のとこに行くの。何じゃ、勝ったのか。わしが腹をくくれぬうちに。あ、秀吉さんはまだ大丈夫なのか。無事なんだ。なんで秀吉に直に乗り移んないんだろうな。教えてくだされ。うん。天下人とは何なんじゃ。え、わしは他人が作った道を進んでいるだけじゃないのか。あら、迷ってらっしゃる秀吉。はい、お見事お見事。いや、あの倒さなきゃいけない中に倒しちゃいけないのが混ざってくるのは難しいね。うん、完全に巻き込んじゃうわ。あれ難しいな。まあ、今回うまくいったけど、また出てきたらうまくいくがちょっと自信ないぞ。うん、火力ばっかり上げてるしな。お、以上報告だ。あ、また次の出陣で同じ相手に出くわしたら報告する。うん、そうか。第五部隊よろしく。やっと休める。しかしよくわからんやつだな。うん、なんて呼べばいいんだ。ヤマンバギリ国広だとややこしいから。おう、そっくりさんか。まあ、まだな。偽物くんの偽物。偽物くんの偽物。それ本物じゃん。それ本物だよ。ま、巡り巡って一周回って本物だよ。ふざけた物言いはよせ。冗談に本気になるとはね。おう、正体不明の輩に動揺しているらしい。あ、メンタルやられてんね。当たり前だろ。他の本丸のやつかとも思ったが、おそらく違う。てか自分がいない時に他の味方たちがあのそっくりさんと出会った時がどうなるかちょっと怖いよね。うん、時間素行軍とも決定的に違うな。あ、時間素行軍じゃない。なんだあれは。だから大したことではないよ。おう、全く何をイラついているのに。時間素行軍でないとしたら何なんだあれは。ん？なあ、こんのすけ、そうじゃないのか。あ、こんちゃん。え？気配は確かに。え、こんちゃん分かってるんじゃなかったのか。何かがおかしい。ん？まだ敵か味方かは分からないよ。え、こんちゃんまで混乱してるよ。おや、まあだとしても、うん、相手の出方は知れている。ほう、少なくとも俺には取るに足りないことだよ。そうなのか。マンバさんと同じ動きなら大丈夫みたいな感じなのか。長吉さんにとってはどうなんだろうな。剣撃とかも同じ。縁側、よし、じゃあ今日は縁側で終わろう。え、お茶だよね。でも縁側って、縁側ってお茶だよね。お茶リベンジさせてくれんの。いや、絶対リベンジにならないと思うけど。じゃあやるか。もう来たらやるしかないもんな。 お茶以外でお願い。お茶いね。あれ、2個は2個ないの。では始めましょう。1人にしないとダメなのか、ひょっとして。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。いつも遅いからちょっと早めに押した。どうだどうだ。頼む、食材切りさん頼む。にっこり微笑んで。あ、あ、いいんじゃない、いけたんじゃない。この間と違うよね。お、力がみなぎってくるのを感じるよ。あ、力がみなぎってくるって言われた。あ、やっ
った。これでやっと大成功か。難易度って完璧なお茶。あ、茶柱が立っている。なるほどね。やったぜ。これは完璧だ。うん。かっこよく決めた。いやー、よかったよかったよかった。おにぎりからたくあん、うん。没収された時はどうしようかと思ったけど、なんとかうまくできました。はい。じゃあ今日は、はい、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは、ごきげんよう。チャオ。いやー、おにぎり、なんで間違えたんだ。